当該弾道ミサイルは通常の弾道機弾だとすれば、最高高度約2000キロメートル程度、飛翔時間30分程度、約800キロメートル程度飛翔し、日本海側の我が国排他的経済水域外に落下したものと推定されます。付近を航行する航空機や船舶および関係機関への情報提供を行い、現時点において被害報告等の情報は確認をされていません。北朝鮮は特に今年に入ってから巡航ミサイルの発射発表を含めれば4週間弱で7回にも及ぶ、かつてない頻度で、高い頻度で、新たな対応での発射を繰り返しています。核ミサイル関連技術の著しい発展は我が国のおよび地域の安全保障にとって看過できないだけではなく、昨今の北朝鮮による弾道ミサイル等の度重なる発射は我が国を含む国際社会全体にとっての深刻な課題であります。